こんにちは、アスミです。昨年創立110周年を迎えた老舗オーディオブランドであるデノン、満を持して初の完全ワイヤレスイヤホンを発売します。ほぼ最高発と言っていいと思いますけれども、そのメリットを生み出せているのか、完成度はどうなのか、一オーディオファンの目線でじっくりレビューしていきたいと思います。商品はこちらの2つです。高い方が AHC830NCW で2万円弱で、安い方が AHC630W で1万円弱。両モデルともカラーは白と黒の2色展開になっていて、830の方はイヤホン本体がグロス仕上げ、630の方はマット仕上げとなっています。いずれも10月15日発売予定で、すでに Amazon などでも予約が始まっています。型番が覚えにくいですよね。多くのメーカーがそうなんですけれども、なんでもっと親しみやすい名前をつけないんでしょうか。自分そのイヤホンなんてやつって聞かれて、あ、これね、これめっちゃいいよ、デノンの、何やったかな、なんとか800とかそんな感じってなっちゃうでしょ。自分が持ってる商品の名前が覚えられないって結構まずいと思うんですけれどもね。あのジャンルは全然違いますけれども、例えばスマホで言うと、Xperia 5とか Galaxy 10とか Pixel 5とかね、もう iPhone なんて最たるもんで、すごく名前に親しみがあって覚えやすいじゃないですか。で、もちろんあの型番自体はすごく大事で、例えば今回ので言うと、830と630だったら、数字の大きい方が上位機なんだろうなとか、NC ってついてる方はノイズキャンセリングがついてるんだろうなとか、商品の特徴が推測できるっていうメリットもありますので。にしてもですよ、 AH って何とか、830の30っていう中途半端な数字は何とか、いや800とか600じゃあかんかったんかみたいな。でもちろんあのこれらアルファベットとか数字ってのは全て意味のあることだと思いますけれども、それはメーカー側の都合であって、消費者にとってはどうでもいい情報なんですよ。でそれよりも、愛着を持てるペットネームを真剣に考えてもらいたいです。というのが私個人の考えです。すいません。主な特徴を830と630を比較しながら説明します。まず両方に共通するものとしては Bluetooth のコーデックですね。これが AAC と SBC に対応しています。AptX ないのって思いましたけれども、これは口実します。リモートワークにも便利な通話機能、シンプルで使いやすいタッチセンサー、音声アシスタントに対応、 IPX4 の防滴性能。続いて上位機の830だけにあるものです。 11×10mm の楕円形ドライバーですね。630の方は普通の丸い 10mm ドライバーです。2マイクハイブリッドアクティブノイズキャンセリング機能、周囲音ミックス機能、これはいわゆる外音取り込み機能のことです。装着検出機能、耳から外すと自動で再生が停止します。 Google Fast Pair 対応。その他バッテリー駆動時間も微妙に違うので字幕をご確認ください。830の方が微妙に長持ちします。音作りに関してなんですけれども、デノンにはサウンドマスターと呼ばれる山内真一さんという方がいらっしゃって、以前お会いしたことがあるんですけれども、あのとても物静かなんですけれども、こう中に熱いものを秘めているような、ちょっと芸術家肌のような印象を持ちました、私は。でそのサウンドマスター山内さんがこのイヤホンの音決めをしています。つまりデノンの高級オーディオ製品と同じ方向性で音質チューニングがなされているということです。どういう方向性かというと、山内さんの言葉を借りれば、デノンのサウンドコンセプト、ビビット&スペーシャス。ビビットは全ての音の表情を色彩豊かに生き生きと描くこと、スペーシャスは音の位置関係、空間の広さと高さ、奥行きをありのままに表現することをそれぞれ意味していますということです。装着するとこんな感じです。まあこういうスティックタイプですよね。はい、こんな感じです。
それではしばらく使ってみた感想を好き勝手に喋っていこうと思います。まず830からなんですけれども、もう最初に聞いた瞬間に真っ先に頭に浮かんだ言葉は空間表現ですね。これねやばいです。嘘でしょと思って慌てて、こいつを引っ張り出してきました。 B&W の PI7、約4万円のハイエンド商品なんですけれども、これまで私が使ってきた完全ワイヤレスイヤホンの中では、ほぼナンバーワンのお気に入りなんですが、こいつに非常に近い鳴り方をします。特回引っ回何度も聞き比べたんですが、結果デノンの方が私好きです。オーディオショップの視聴室をイメージしてください。B&W が20畳の広さだとすれば、デノンの830はちょっと一回り小さい15畳ぐらいの空間に感じます。でその分音が濃密で、エネルギー感があります。ですから同じ音量で聞いててもちょっと音圧高めに感じますし、その上より色彩豊かに、表情豊かに感じます。まさにビビッド&スペーシャスっていうのがぴったりで、これ受け入れではなく本当にそう感じます。ただ、解像感と音の上品さでいうと、わずかに B&W の方が上かなという感じです。ちなみに Bluetooth のコーデックの話なんですけれども、私 AptX 信者でして、ワイヤレス製品は最低でも AptX に対応していないともう見向きもしないっていうぐらいなんですよ。できれば LDAC か AptX HD が欲しいところです。ところがこいつは SBC と AAC だけなんですよ。ちょっとそれがにわかに信じられなくって、これまで使ってきた AptX 対応のイヤホンよりはるかに音がいいんです。ですから、音質のチューニングがコーデックの枠を飛び越えてきたっていう感じですよね。ということでこれが2万円弱っていうのは完全にコスパがバグってます。音質だけで言うならもう4万円取ってもいいレベルです。私だったら、あと5000円分ぐらいこう見た目の質感にコストをかけて、3万5000円ぐらいで売り出しますね。バカ売れしますよきっと。さてこっから辛口になってしまうんですけれども、提供動画でも感じたことは正直に喋っていこうと思います。音質は4万円レベルだと思いますが、それを享受するには条件があります。家の中もしくはそれに準ずるある程度静かなところで使ってください。理由は2つあります。まず第一にそもそもの遮音性が低いです。外の音が結構入ってきます。イヤーチップが SML と3種類付属しているんですが、なんかねちょっとサイズ感がおかしいんですよね。こう M と L の間がないというか、その差が違いすぎていて、L だと大きすぎて中まで入らないし、 M だとスカスカなんですよ。でこれまでたくさんのイヤホン経験しましたけれども、ここまでサイズ感が合わないイヤーチップは初めてですね。もちろん、サードパーティーのイヤピを購入して解決できる可能性は十分にあります。次にアクティブノイズキャンセリングですが、効き目がちょっと弱いです。静かな部屋の中でエアコンの音を消すぐらいは全然 OK なんですけれども、街に出るとノイキャンの性能はちょっと物足りないです。しかもですね、ノイキャンの質もあまり良くないように感じます。街の雑踏のこう中低音はそれなりにカットしてくれるんですが、高音が残るんですね。結果的に、不快なホワイトノイズが終始盛大に聞こえてくるみたいな感じになるんです。ポップスとかロックとかこう賑やかな音源はボリュームを上げれば気にならなくなりますけれども、アコースティックなジャズとかだと、例えば音符と音符の間の無音の部分とか、こう音がこう余韻を持って消えいく様をこう楽しみたいわけですが、そこに盛大なホワイトノイズのような環境音が入ってくるっていうことになるんですね。残念ながら通勤通学での使用をメインにするという方にはおすすめできません。ですから音質に関してはこうデノンのノウハウを遺憾なく発揮したけれども、ノイキャンの制御については発展途上かなと思いました。操作性です。タッチセンサーの反応は非常によくって、誤操作はほとんどありません。右は再生停止と曲送り曲戻し、
左は1回タップするごとに、ノイキャンオンで外音取り込みオンで全てオフでまたノイキャンオンというふうに繰り返していきます。これはシンプルで分かりやすいですね。残念ながらイヤホン側でボリューム調整ができなくって、こうプレイヤー側で調整することになります。割り当てを変更できるような専用のアプリも現時点でありません。最後に下位モデルの630についてですが、やはり空間表現が他社に比べると優れているんですが、830と比べてしまうと、その空間表現であったり、音の厚みとか深さっていうのが明らかに物足りなく感じてしまいます。ですから、価格差は2倍なんですけれども、その価値は3倍以上の開きがあると思うので、どうせ買うんだったらお金貯めて830に行ってください。以上です。ツッコミどころもありましたが、ある程度静かなところで聞くのであれば、もろ手を挙げて強く強くおすすめします。特に普段ホームオーディオをやってる人であれば、私が言った空間表現とか色彩豊かっていうのが、もう聞いていただいたらすぐにその意味がわかると思います。下にリンク貼ってますので、ぜひチェックしてみてください。それでは